上野野祖は、日本のフリーアナウンサー。元秋田放送アナウンサー。小学生時代からアナウンサー志望。1971年、駒沢大学文学部社会学科卒業。秋田放送アナウンサーとなる。テレビ、ズーム委員長、ラジオ、野草とみなこの生な、ま、歌謡曲を、はじめ、数々のラジオテレビ番組を担当。日本テレビ系列アナウンス賞受賞。 その後、講演、研修会講師や、結婚披露宴、祝賀会、パーティー、舞台などの司会をしている。かつて、アフターバスというニックネームを持っていたことがあり、1980年代には、アフターバスを励ます会を発足させて活動していたことがあった。日本、笑い学会、笑い学校講師として、笑いと健康をテーマに披露のエピソードやアナウンサーのこぼれ話、 世相あれこれ、接遇マナーなどを商工会、企業、団体、病院、老人クラブ、町内会、公民館その他で講演。また、中学と高校の教員免許を有し、児童、生徒や保護者を対象に講演活動をしている。日本舞踊が趣味のこともあり、学生時代は卓球をやっていた。号は、大き。県展、全国書道展などで多数入選。 書道教室解説免許を取得。秋田県書道連盟上任理事を務める。ABCDEFG 別冊ラジオパラダイス、DJ 名館、P205 同窓会、派遣講師、駒沢大学。ありがとうございます。